海だ。皆さん見てください、高知の美しい海でございます。はい、ということで皆さんこんにちは、パクセレンでございますけれども、本日やってきておりますのは海の駅東洋町です。ここにあのピンク色の建物がねあると思うんですが、これがその建物です。東京ではございません。ここは高知県の東洋町です。高知県と徳島県の県境のあたりに今来てるんですね。地図で今ご覧に入れてると思うんですが、だいたいこのあたり、四国の中でも特にアクセスが悪いとされているような地域でございまして、ここに来るのにはね、もう徳島からでも高知からでもまあとにかく時間がかかると。まあ、徳島から行った方が近いのかな。徳島まで、新幹線と特急を乗り継いでくるとか、飛行機で来るとか、船で来るとかもいろいろ方法はあると思いますが、ともかくアクセスが悪いということで、僕もね、今朝は高知から何時間もいろいろですね、ローカル線とかバスとか乗り継いできたんですけれども、今回はこの東洋町から世にも珍しい、世界でここでしか乗ることができない非常に珍しい乗り物をご紹介していきたいと思います。前にもね、こういうなんか世界でここでしかない乗り物みたいなやつは、もう東海汽船のジェットフォイルがまさにそれなんですけどね、あれ日本と香港でしか乗れないからね、ああいう珍しい乗り物っていうのはうちのチャンネルでも過去ご紹介してきたわけですが、この後ろに見えております、こちらみんな大好きパシフィックオーシャン、太平洋でございますけれども、その太平洋のキワキワに沿って走る DMV デュアルモードビークルという乗り物を今回皆さんにご紹介していきたいと思います。デュアルモードビークル、何それ美味しいのって方もね、多分この動画をご視聴の皆さんの中には少なからずいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、このデュアルモードビークルが一体何なのかという説明から多分やらなきゃいけないと思うんですが、この名前の通りですね、読んで字のごとくデュアルモード、つまり2つのモードを持ったビークル、乗り物ということをねございますけれども、2つのモードを持った乗り物とは何ぞやという感じなんですが、それはね見てからわかると思います。簡潔に言いますと、電車にもなれるしバスにもなれる乗り物ということで、線路の上を走ることもできれば、タイヤがニョキニョキニョキと降りてきまして、普通にその辺のね、この目の前に国道が通ってるんですけれども、その国道を当たり前のように平気な顔して走ることができると、そういう乗り物が実際にあるんですよね。レールバスっていう単語が一昔前に流行りましたけれども、あれはね、バスという単語がついているだけで、ただの、電車というか、機動車なんですが、ただですね、これに関してはそのレールバスとかいうレベルではなくて、本当に道路の上を走ることができる、鉄道ということで、僕も実はね、今までは乗ったことがなかったんですけれども、それは世界でここでしか乗ることができないんだからね、当たり前なんですが、デビューが2021年の12月ということで、もうすでに運行開始から1年と4ヶ月、5ヶ月、それぐらい経っています。1年半は経ってないかな。なんですけれども、これを一目見ようと世界中から様々鉄道マニアが集まっているということで、僕もその世界各地から集まっている鉄道マニアのうちの一人に今日なったわけですが、その非常に面白い乗り物を今回皆さんにご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。この徳島県と高知県の県境のあたりがその DMV の運行されているエリアになるんですけれども、実用化されたのはこの辺りが初めてです。ということで、こんな感じでね、上りでも世界初に会える街、高知最東端と徳島最南端を結ぶ線路と道路を走行する乗り物 DMV 東洋町、こんな感じのね、ボンネットバスみたいな見た目をしているんですが、わかりますかね、ちょっと肌めいてんな。ここに鉄道用の車輪があって、で今度こっちにですね、普通に道路を走行することができるタイヤがついています。この二つの車輪というか、この二つをですね、切り替えることによって、こっちを使うときは道路を走行するし、こっちを使うときは線路の上を走行するということになっております。そして、道路を走行するときはしっかりね、ここにナンバープレートがついてますけれども、車としてもちろん道路の上を走行するわけですから、必要な法定の検査などはちゃんと受けますし、このようにしっかりとナンバープレートも取り付けられております。ここにですね、2つのサーフボードを模したというか、もうほぼサーフボードなんですけど、こういうバス停がありまして、こっち右側のこれに関しては一般的な路線バスのバス停になります。高知県側では高知東部交通、そして徳島県側では徳島バスが路線をそれぞれ持っておりまして、こういうふうにしっかり時刻表なども書いてあるわけなんですが、こちら側ですね、こっち側が今回ご紹介します DMV デュアルモードビークルのそのバス停ということになります。デュアルモードビークル、アサコーストレールウェイカンパニー、この DMV を運行しているのはアサ海岸鉄道という第三セクターでして、2021年まではデュアルモードビークル、この DMV ではなく普通の機動車列車を運行していたんですが、新しくですね、2021年のクリスマスからこの DMV の運行が始まりました。
本数もまあまあ多くてですね、まあ1時間から2時間に1本といった感じ。結構ね、臨時便の運行なんかも多くて、今日は木曜日なんで臨時便の運転があります。この道の駅宍喰温泉と、それから阿波海南文化村というところの間を基本的には運行しておりまして、ただいまの時刻14時29分なんですが、次のバスが14時48分、まあバスというか DMV って言った方がいいのかな、ちょっとどういう表現をすればいいのか分かんないんですけど、とりあえず次の便が14時48分、そしてその12分後に次の便があります、15時ちょうど。しかもこことかもすごいですからね、13時4分の次に16分の臨時便が出ます。で、他にもですね、こんな感じで、なんでこんな、なんかその辺のローカル線より本数多いだろうという感じなんですけれども、日中の時間帯、時々12分間隔で運転されることがあります。この時間もちょうどね、14時48分の次が15時ちょうどということで、12分間隔。また、週末限定ですが、1日に1往復だけ、この室戸岬の方まで走るものというのもあります。ここにちょうど路線図がありますから、これ見た方がわかりやすいですかね。起点は、徳島県の阿波海南文化村、そこから阿波海南までは、ここは一般の道路を走行します。そして阿波海南で、車モードから電車モード、鉄道モードに変換し、阿波海南から開封宍喰観音浦、この高知県と徳島県の県境をまたぐ区間に関しては、もともと阿佐海岸鉄道の一般の気動車でしたディーゼルカーですね、が走っていた線路のその真上を走っていきます。そして観音浦からもう一度車のモードに変換し、海の駅東洋城、そして平日ダイヤと、それから土休日の大半の便に関しては、もう一度ここでですね、徳島県に戻りまして、道の駅宍喰温泉まで向かいます。高知県と徳島県の県境がちょうどこの観音浦と宍喰の間になっておりまして、阿波海南文化村からこの道の駅宍喰温泉までを向かう便に関しては、徳島県から一旦高知県に入って、そしてもう一回徳島県に入り直すという走り方になっています。そして土休日の1往復に関しては、この海の駅東洋町から宍喰温泉ではなく、さらに高知県の南方室戸岬までを結ぶということになっております。で、今回はですね、この宍喰温泉からやってくる阿波海南文化村行きの便に、この東洋町の海の駅から乗り込み、阿波海南まで向かってみたいと思います。来たよ、これですよ。うわー、なんだこの乗り物は。一応阿佐海岸鉄道っていうロゴマークはついてるんですね。これが新しく2021年にデビューした DMV という乗り物になります。見た目普通にバスなんですよね。ほら、ステップ出てきたし。もうこれは14時48分の便なんで、僕は乗らずにこの続行を12分後に出発する阿波海南文化村行きの方に乗りたいと思います。こっちが臨時便で、で15時ちょうど発の方が定期列車というか定期便なんで、今回はそっちに乗りますけれども、側面も高知の坂本龍馬、それから黄色い、これは柑橘は徳島のすだち、いやすだちってでもこんな色じゃないですよね、よくわかりませんけど、この辺でなんか柚子かなんか取れんのかな、多分それなんじゃないかなと思いますけれども、ナンバープレートもしっかりついております。そしてわかりますかね、これ鉄道の車輪が下からちらっと覗いてるんですけれども、お、すごいな。これが DMV、 そしてこっちがですね、高知東部交通の一般の路線バスです。普通のバスはこういう見た目なんですけど、 DMV はあんな、なんかちょっと下手者みたいな見た目をしてるんですよね。さあ来ましたよ、本当に12分後に来たな、めちゃくちゃな感覚ですけど、こちらが15時ちょうど発の DMV。 平日でも臨時便とかが運行されてるみたいなので、皆さんもぜひですね、ダイヤなどはよくご確認の上乗ってみるといいんじゃないかなと思います。いや本当に乗、うわすごいな本当に、こうクリッとここで一回転して、そしてここでまたお客さんを拾うというような感じになるわけですね。自分が幼稚園の頃に思い描いていた夢の乗り物、近未来の乗り物、それがまさに今自分を乗せて走っているということが信じられません。いやまあ DMV をね、僕が予見して作ってたわけじゃないんですけども、でもね、なんか自分が思い描いていた未来の乗り物そのものだなというふうに感じました。こういうふうに運賃箱とか整理券のこの取り出してくる箱とかね、こういうのは普通に鉄道でもありがちなんですが、ブザーが鳴るとドアは自動開閉しますとか、危険ですからステップに立たないでください。こういうのを見ると、あ、やっぱりバスなんだな、そういう風に感じますね。バスでもあり鉄道でもある。
その2つの交通機関のいいとこ取りをしたのがこの DMV です。次の停留所って言っていいのかな、観音浦駅、この観音浦から宍喰、海部、そして県境を越えまして、さらに徳島県の阿波海南までの間、ここがですね、一応阿佐海岸鉄道としてかつて鉄道が運行されていた区間、この区間を DMV も鉄の車輪を車体から出して鉄道モードで運行することになります。逆に言うとそれ以外の区間、この海の駅東洋町とかね、それから阿波海南から先、阿波海南文化村というところまでこの DMV 走っていくんですが、そこに関しては通常の他のその辺の乗用車とかトラックと同じようにバスモードで走っていくことになります。観音浦駅を出発しまして、ここで DMV 開業に際して新しく作られたコンクリートのアポロ線を登っていきます。でこの観音浦駅、阿佐海岸鉄道の線路は高架橋の上に設置されておりましたので、でちゃんとそこまで上がっていくのにアプローチするための道路が必要になるわけですね。こんな感じで当たり前のようにこうバスが坂道を登っていくわけですけれども、まあここまでは普通にありがちなんですが、しかしその先に見えておりますのは線路です。通常のバスであればここから先、当然ですけれども線路が続いていくわけですから走っていくことはできないんですけれども、ここでいよいよバスモードから鉄道モードへの変換が行われることになるわけです。観音浦モードインターチェンジに到着しました。ただいまから鉄道モードにモードチェンジを行います。モードチェンジスタート。バスモードから鉄道モードへの切り替えが行われると、運転員さんが一旦車外に出て、切り替えがしっかり行われたかどうかを確認するんですが、それの確認が終わると改めて出発。いやー、さっきまでね、当たり前のように、自動車とか、それから、まあ、トラックに混じってね、普通に公道を走っていたようなものが、今度は、車の下から車輪を取り出して、それで鉄道のレールの上を走っているというのがなかなか信じられません。なおこの DMV は車輪が片側につき2つしか用意されていないので、通常では聞けない珍しいジョイント音を聞くことができます。さあ、まもなく最初の鉄道モードの停車駅、宍喰に到着します。先ほどまではね、観音浦駅とかそういう案内をしていたんですけれども、しかしここに関しては、まあもともと駅でしたからね、宍喰という案内になります。まあ多分この先、海部とそれから阿波海南に関しても、なんとか駅じゃなくて、普通になんとかその固有名詞で、駅という普通名詞はつかないことになるんじゃないかなと思います。昔、宍喰駅のホームは、この線路向かって右側の、この今屋根がついているところだけだったんですが、この DMV に関しては、扉が進行方向を向かって左側にしかないので、阿波海南方面と観音浦方面、それぞれに向かう際に別々のホームを設ける必要があります。まあ、そんなわけで、この宍喰駅、それからこの先の海部駅に関しても、ホームはそれぞれ上下方面で一つずつ設置されております。いやー、この折り戸式の扉がいいですよね。昔の寝台特急を思わせます。そして、ここで宍喰駅を出発。かつて使われていた鉄道用のホームと DMV 用のホームは高さが異なりますので、この旧ホームを通過するときには、首都圏の普通列車グリーン車、あの2階建てのグリーン車ありますけど、あれの1階席に乗っているような感覚を味わうことができます。でさあ、次の駅って言っていいのかな？それが海部。この間ね、うちのチャンネルで東京行きの超豪華な高速バスマイフローラ号というのをご紹介しましたけれども、あのマイフローラ号を運行しているのが海部観光というバス会社、その海部観光の海部がこの海部です。海に部活動の部と書いて海部と読みます。なかなか読みづらいですけどね。この阿佐海岸鉄道はかつて国鉄阿佐線として日本鉄道建設公団が1970年代ぐらいに建設していた路線でした。しかしその後国鉄の財政が厳しくなったということもあって1980年頃に一旦その建設をやめてしまったんですが、でその後地元高知県とそれから徳島県それから沿線の自治体が話し合い第三セクターとして再出発することが決まり、1992年に阿佐海岸鉄道として開業したのが始まりです。しかしその後もしばらくの間はあまり経営状況が良くない状態が続き、
2011年からは経費の削減及び沿線の観光振興の徹底を図るためにこの鉄道と道路を併用することができるデュアルモードビークルの導入が検討されていました。実際に2021年のクリスマスからこのデュアルモードビークルが世界で初めてこの阿佐海岸鉄道において実用化されています。昔は北海道でもね実証実験やっていたんですけどね、列車はっていう表現でいいのかな。開封駅に到着、やっぱりね元がバスですから、あのマイクロバスと同じように折り戸式の扉、かつての寝台特急を回せます。通常の鉄道ではなかなか今ねこういう風に折り戸式の扉ってないですから、結構珍しいと思います。そして開封駅を出発すると、ここで一つのトンネルをくぐっていくんですが、このトンネルが現在日本の全ての鉄道路線の中で最も短いトンネルということになっております。長さ多分20メートルもないんじゃないかな。本当に一瞬で通過してしまいます。かつては群馬県を走る吾妻線にねこれよりももっと短いトンネルがあったんですが、しかしそのトンネルは群馬県のあの有名な八ッ場ダムの建設に伴って水の中に沈んでおり、現役の鉄道トンネルの中で最も短いのが今通過したあのトンネルということになっています。昔は実際にあのトンネルの上に山があって、あここは確かにトンネル掘らないと通過できないねということになっていたんですけれども、後になってその山の上が切り崩されましてですね、それで今ではなんでこんなところにトンネルがあるんだみたいな感じになってしまっているわけです。でさあ、さらにその後も DMV は走り続けまして、いよいよ徳島県阿波海南にやってきました。昔は先ほど出発した海部までが JR 麦線 JR 四国の区間だったんですけれども、この DMV の導入に伴って阿波海南から海部までの一区間が JR 四国の経営から離れ、現在ではこの区間も阿佐海岸鉄道ということになっています。画面左側の車止めの向こう側を通っているのが JR 麦線。かつては麦線と阿佐海岸鉄道も線路を繋がっていたんですが、この DMV の導入に伴って線路はちょん切られており、完全にこの間を直通することはできなくなっています。バスモードにモードチェンジを行います。モードチェンジスタート。さあ着きましたよ、阿波海南駅、ね、ここからさらに1日1往復の特急に乗って徳島方面を目指すこともできます。この阿波海南駅はしっかりこんな感じで待合室が整備されているし、トイレや Wi-Fi もあります。またすぐ駅の目の前にはローソンなんかもありますからね、食べ物を調達するにももってこいの場所です。さあ阿波海南に着きました。うわーすごい乗り物だったな DMV、まあ、乗車時間は大体20分少々でしたけど、ここから先は平気な顔をしてバスの姿で終点の阿波海南文化村まで走っていくことになります。今はね海の駅東洋町からずっとここまでバス電車バスという感じで来ましたけれども、ここですね、あんまりここから先に行くのはよろしくないんじゃないかと思うんで行きませんけど、ここから先の部分が線路になっておりまして、デュアルモードビークルはここから先は鉄道モードに変わります。そして今ここでね終点になっている JR 麦線がありますが、麦線はかつては一つお隣の海部までの路線でしたが、ただですね阿波海南から海部までの区間を阿佐海岸鉄道に移管し、そしてその上で DMV 化がなされたという、ちょっとこの辺りは複雑な歴史が絡んでおります。さあ阿波海南から今度は宍喰温泉行きの下り便がやってきました。今あそこのゲートを通過して、ここまではバスモードで走ってきたわけですが、ここから先は鉄道モードに変換して走っていくことになります。やっぱすごい乗り物だよな普通にウインカーなんかも出します。それはバスですからね。そしてここでですね、いよいよこれ乗せるの相当大変だと思うんですけど、阿波海南のモードインターチェンジに入り、バスモードと鉄道モードの変換を行います。このバスモードと鉄道モードの変換はこのタイヤは別に動かないんですよね。この中にしまわれている車輪を取り出すことで行われます。ちょうど前輪が出てきて、そしてそれから少し遅れて今度は後輪も出てくるはずですが、はい、出てきました。車輪がレールの上に乗りまして、あとはこの車体を上に上げるだけ。そしたらもうあとは一般の鉄道として出発をすると
ということになるわけです。おお、すごい。ATC とか使ってるんですかね。車のエンジンの音はするんですけど、しかし床下から聞こえてくるのはガタンゴトンというレールの継ぎ目を渡る音。すごい乗り物ができたよなと。もう今僕大学3年生ですけど、1年生の冬にはこんな乗り物ができてたんですからね。